太平記ハイライト第70回をお送りしたいと思います。前回は、新田義貞無念の自害ということで、誰の首かもわからない状態で、その首は、柴田勝根のところに運ばれ、柴田勝根はどうも義貞に似てるぞということでびっくりして、左眉の上の焼き図であるとか、おにぎりの太刀であるとか、まあ、極めつけが守り札に収めた後醍醐天皇 の、 直筆、直々に書かれた書簡だったんですけれども、不覚にも涙を流して、その死を悼んだというような状態でした。でその首なんですけれども、内々に京都に運ばれます。義貞の首は朝廷幕府の旧敵大地として王子引き回しの上で獄門にかけられます。でこれを見て倒れ込んでしまった人がいます。それは、新田義貞 の、 奥方である高等の内侍ですね。この人は後醍醐天皇から賜った女性で、倒れてその僧侶に助けられて、その夜のうちに彼女は黒髪を下ろして佐賀の奥に檻を結んで菩提を弔う道に入ってしまいます。彼女のおかげで、実際のところ、高氏が九州に落ちていった時、大事も遅れた、しなかった。あとその後醍醐天皇が比叡山臨行の時も同じような状況であったと。そういうその国を滅ぼす警告の美女だということで、描かれてはいます。詳しくは、初めての太平記の動画の方もご覧ください。概要にリンク貼っておきます。この義貞を失った新田軍の方なんですが、一夜にして3万騎が2千騎足らずに激減します。脇屋義助も一体何が起きたか分からず、討ち死になんだという方が入ってきて、それがもう他の兵たちにも噂として回ってますから、ガタガタになってしまったんですね。で、うる7月11日乾杯を認めた義助義治夫氏はわずか700余騎で越前の国府に撤退します。さてそんな時、また新しい人物が奥州から、登場します。結城道忠、元州入道なんていう形でも呼ばれていますが、この元州が義貞の訃報に落胆する後醍醐天皇のもとにやってきて、倒幕軍の再起を解きます。奥州だけで日本の半分の兵がいて、この結束っていうのは幕府方を寄せつけないぐらいのものなんだから、今を逃しちゃいけないって言ったんですね。それで後醍醐天皇も、7歳の八宮範吉親の、後の後村上天皇ですが、彼をいただく倒幕軍が、こちらをそのトップとして倒幕軍が編成されて、軍船500余艘で海路上陸します。陸路は幕府型 の、 その兵が、あちこちにいたんでそういうことになりますが、これには北条時行ですとか北畠顕信ですとか新田義興ですとかが八宮についていきます。しかしながらこの船が途中暴風のために難破して、宮の乗船だけが、これ奇跡的に書かれてるんですけど、伊勢の上風浜というところに漂着します。で元
州入道の乗船も難破したんですが、まあ、なんとかやっぱり伊勢の方にたどり着いて凪を待っていたんですけれども、病気にかかってしまい、まあ、回復するかなと思ったんですけれども、やっぱりダメで、まあ、僧侶に、まあ、最後極楽浄土、来世の極楽浄土を祈って、臨終をと言われたんですが、彼は元春は朝敵全滅という執念妄念の虜となって、朝敵の首を我が御前に備えよという遺言を息子に残して無念の鋼をして死んだそうです。すごい顔つきだったということで、まあ、その僧もこんなひどい顔をして死んだ人は見たことがないと言ったんですね。まあ、これは平家物語の清盛の最後のところを記したりしてるんじゃないかなんていうのもちらっと全集には記してあります。で、この話続きがありまして、元州の知り合いの僧が武蔵からこう旅に出た時に美しい僧侶が出てきて一晩泊まるんですね。で、不思議なことが起こるかもしれないけど驚いちゃいけませんって言われて、何が起きたかっていうと、猛火に包まれた地獄の鉄条を原始し、炎の中で鬼どもに切り裂かれて、苦悶するその元州の姿を見たんですね。で、実は元州っていうのは地元じゃ相当悪いことをしてたみたいで、罪のない人とかも殺したりしていたと。まあ、武士のその残虐な一面を体現してるといえばそれまでなんですけれども、ただその美しい僧は実は道州がお守りとして携えていた地蔵菩薩、供養していた地蔵菩薩だったんですね。で、その縁もあってその知り合いの僧が行き合い、その地蔵の化身にですね。で、この僧は息子に事情を語って、息子は画集にとらわれて地獄に落ちた父を、法華経で年頃に供養するんです。で、不思議だなと思いますよね。ちょうど半分の20巻の終わりでこんな話が描かれている。で、しかも散々こき下ろしていた、対局が見れないとこき下ろしていた新田義貞のことをその高等の内侍との話を交えて描いている。で、その冒頭のところ、新田義貞が京都の人たちに大変人気があったということを記しているんですね。ちょっとそこのところ見てみたいと思いますが、この人、前朝の朝臣にて、後醍醐天皇の朝臣で、武功は世に凍らしめしかば、天下の依頼としてその豊穣喜び、その恩厚待つ者幾千万ということを知らず、教授に相まじりたれば、シャバ道に横たわり、男女巷に立ってこれを見るに絶えず泣き悲しむ声ようようたり、要するに新田義貞の獄門にかけられた首を見て、京都の多くの人たちが泣き悲しんだ。なぜならその人情の厚さを気に入っていたし、後醍醐天皇が頼りにする人と思って、彼らもまた新田義貞が平穏を運んでくる人だと思ってたんですね。そういうことで評価しているわけです。なんじゃいと思いますが、これがまたやっぱりこの時代の、まあ、特色の一つなのかなと思います。でもどうでしょう、武士というのはやはり戦を生業として人を殺さなければいけない、そういった側面を持ちつつも救われる道はあったということと、新田義貞のように悲劇のヒーローかもしれないんですが、一方で、まあ、愛される女性がいたというような事実、そして京都の民に愛されたという事実、こういったものも描いているわけです。それではまた。